アトミックルースターは、イングランド出身のロックバンド、ブリティッシュハードロック創世期に誕生したグループの一つ。1980年代で解散し、主催のビンセント・クレインも亡くなっていたが、ゆかりのあった旧メンバーらの名義で2016年に再興した。1968年、サイケデリック・ロックバンド、クレイジー・ワールド・オブ・アーサー・ブラウンに在籍していたキーボードの ビンセント・クレインとドラムスのカール・パーマーが諸事情でバンドを脱退し、ベース、フルートのニック・グラハムを加えてキーボードトリオを結成した。クレインの発案によるギターがメインのハードロックをキーボードメインで演奏するという考えがあったと言われている。翌1970年、プロデューサーのロバート・スティグートのバックアップにより B&C レコードと契約し、3月20日に バンドメイトセルフタイトルのデビューアルバムをリリースした。レコーディングは、クレインの書いた譜面を見ながら行われた。この直後、ニック・グラハムが音楽性の総意から、そしてカール・パーマーが、エマーソン・レイク・パーマー結成のためだったい。公認として、元、アンドロメダのギタリスト、ジョン・カント、ドラムスのポール・ハモンドが加入した。ベースラインは、ヴィンセント・クレインが、キーボードによって担当する。 変則的な構成になった。その後もメンバーの変遷を経ながらも、1975年に活動停止。1980年に再開するが、1983年に3年余りで、再び解散した。1989年、創設者のビンセント・クレインが死去。1992年、中心的ドラマーだったポール・ハモンドが死去。2011年、 中心メンバーだったジョンカンが死去。2016年、旧メンバーだったピーター・フレンチとスティーブ・ボルトンを中心に再興し、33年ぶりに活動を再開。1972年のグループショット結成時は、アートロック要素の強いキーボードトリオであり、クレインのオルガン、時折入るグラハムのフルートが特徴。ファーストアルバムは、 プログレッシブハードロックの金字等と評価された。またそのスタイルを確立した作品とされる。カン・ハモンド在籍時は、オルガン、ギターを前面に出したダークなハードロックサウンドであり、後に、ボーカル面強化のために、フレンチが加入、サードアルバムで、ハードロックバンドとしてのスタイルを完成させたとされる。クリスファーロー在籍時は、ソウル、ファンク色が強く、 ベテランシンガーを迎えたためか、伝統的ブリティッシュサウンドになったとも評される。活動再開後の1980年代は、初期のハードロックサウンドにヘビメタルの要素も加わる。ただしスタジオセッション的なサウンドであり、ポップになったとも評される。ありがとうございます。